食欲の秋にパンを焼いてみたい、パン作り大変そうというイメージでしたが、今回はパン作りで重要な発酵について実験しながら作ってみました。酵母で発酵なんていかにも科学ですよね。まずこちらをご覧ください。砂糖、お湯、ドライイーストを混ぜて経過観察してみました。このモコモコした泡は二酸化炭素。パン作りに使われるドライイーストには酵母が含まれています。酵母は糖を取り込み、二酸化炭素とアルコールを作り出すアルコール発酵を行います。化学式はこの通り。先ほどの実験でもあったように、発酵により二酸化炭素が発生することを利用してパン生地は膨らんでいます。うまく膨らまず美味しくできないという原因の一つに、発酵がうまくいっていないことが考えられます。今回は発酵に適した温度を探るべく、発酵温度を変えてパンを作ってみました。材料を混ぜて一塊になったらバターを入れてこねる。ここから実験。冷蔵庫、室温、発酵に適しているとされる温度に保温の3パターンの温度で実験。こんな感じ。専用の器具がない場合でもできる保温方法で発酵に適しているとされる温度で検証。30分後の結果はこちら。温度が低いものは膨らんでいませんね。ということは二酸化炭素の発生が少ないということか。温度が低い環境は発酵に向いていないことが分かりますね。室温も膨らみがいまいちですね。温度管理の大事さがよく分かりました。一次発酵が終わったら小さく分けて休ませる。乾燥を防ぐため濡らした布巾をかぶせておきましょう。ここからは二次発酵。専用の器具がなくても大丈夫です。袋に 90°C のお湯 100ml×2 と生地を入れて発酵させます。二次発酵が終わったら予熱したオーブンで焼いていきましょう。焼き上がりの結果がこちら。温度調節したものが一番気泡が見えますね。そう、酵母は 25°C から発酵が盛んになり、 35°C から 40°C で最もよく発酵するんです。そのためパンの発酵工程は 30°C から 35°C で行うのが適していると言われています。温度管理をして酵母が発酵するのに適した環境を作ってあげるのが大事なんですね。今回は温度に着目しましたが、パン作りには科学的ポイントがまだまだあります。他のポイントについてもまたの機会に検証したいと思います。